爽やかな風、爽やかな太陽、爽やかなひととき。そして火曜夜7時からの1時間は最悪なラジオ、最低なラジオ、お下劣ダンプラジオ。そう、あなたを悪夢に導くセクハラジオ、パワハラジオの決定版、ダンプエッジボーイのやっつけラジオナイトメアスタート。放送事故スタート。あ、俺のラジオ人生はジ・エンド。オープニング曲、湘南ダンプラジオのナンバーで Be a Fool。 日本語で略すとバカになれダンプヤジボーイ。もうバカになってますか、コケっつって顔はタコってうるせえよ。というわけで今日も始まりました、ダンプヤジボーイのやっつけラジオナイトメア。僕が作詞作曲した歌でございます。社会に喧嘩は売っても歌は CD は売れないダンプヤジボーイを今日もボランティアのお付き合いで最後までよろしくお願いします。早速メッセージ来てます。大阪府マイマイ親方です。ノーマルだったな、よかったけど心の準備はしといたぞ。ちょっと濡らしながら、違うわ、新コーナー目指せ DJ やったっけ、何やったっけ、笑い。先週やりましたよね、 DJ の道。 DJ 愛子ちゃんダンプに弟子入り、いやいや、なんかの間違いやろ、笑い。いや、びっくりですよね。いや、彼女がいきなり福島のイベントの時に僕のとこに違うってきて、鼻に栓しながらね、臭いからね、カレー臭で。すごいね、彼女ね、鼻がいいんですね。僕は顔悪いんですけどね、いいんですよそんなことは。最初けども、その愛子ちゃんが僕に入れてくださいって言ってもね、僕も慌ててってズボンのチャックをね下げたんだけど、でいきなり殴られて、そしたら違う、ラジオの仲間に入れてくださいって言って、ね、もうしっかり日本語言えよ、本当に期待しちゃっちゃうじゃねえかなって、ね、怒られるわ。あのラジオで出たいということでね、バカな女ですよね怒られるから。しかし世の中には奇特な女子もいるんやな、笑い。前前からのメッセージ、ああ奇特になっちゃった俺、あーチーンって。それじゃねえんだよ、違うんだよ。ちょっと天然系のダンプさんが一番モテ余すタイプやし、笑い。分かってるじゃねえか、さすが14年の付き合いだな、マイマイ。14年間も俺ラジオ DJ やってるけど、こんな女初めてだよ本当に。怒ってないのにダンプさんに怒られましたって、本当にあの文春法に引っかかるぞお前、本当にね、頼むよ。これから楽しみやね、怖いんだけどね俺ね。愛子ちゃんの成長とダンプさんのドタバタが笑い。愛子ちゃん成長すると思いますよ本当にね。もう気づけば8メーター身長伸びてるかもしれませんからね、気をつけてください。踏み潰されますよこのラジオと一緒に。新年早々直子アナ会いました、先週ダンプ劇場やらせていただきました。新年早々本当に1年の計は元旦にあり、聞いた人はもうこの世の終わりということで、演技でもないからカット笑い。だから FM 山戸から給料カットされちゃったんだ俺って、違うわ。というわけで今日も最後までよろしくお願いします。本当に演技でもねえなこのラジオ。わらわがこの国の女帝、鈴木ゆりえである。リスナーよ、民よ、今夜も派手に盛り上がっていくわよ。私がこの国の大臣を務める渋谷健二です。さあ皆の衆、準備はよろしいかな。そして私めはユリエ帝国の番犬のダンプ。痛い、女帝様叩かないで。わかりました、正直に言います。私めはユリエ帝国と人生の負け犬&かませ犬のダンプヤジボーイです。ユリエ帝国放送部、狙うのは深夜放送部。ああ、女帝様ピストルの銃口を僕に向けないでください。編集の時間が怖い。いや、今日今年初めてのユリエ帝国、もう本当に僕は今日もユリエさんが何時に帰ってくるのかがもうヒヤヒヤしてて、渋谷君とずっと待って、
夜の9時でって、あれ9時になっても何の言ってこねえなと思ったら、私電話回ってたんですけど、このアマというわけでね。というわけで、本当にもう、女帝様やりたい放題ということでね。ね、いや、忙しいこと。編集任せの。ね、本当だよ。俺もね、もう本当に、ね、一週間前に納品してるからね、俺、初めてこんな遅くに、そうですよね、これから寝ない日を過ごします、私はね。で、果たして本当16時に放送されてるかわかりません。私が逃げちゃうかもしれない。で、ずっと、もしかしたらね、ずっとね、はい、波の音で1時間終わるかもしれないからね。しばらくそれはそれでいいかも。はい、というわけで、本当にね、もう、アクシデント連発の放送事故の、歩く放送事故である、ゆりえ帝国放送部、今日も始まりました。よろしくお願いします。本当、皆さん、2022年も。ねえ、ねえ、本当にね。開けました。もう本当にね、もうね、もう僕も諦めてますけどね、もうね、ゆりえ帝国様の忙しさに、まずは僕、ゆりえ帝国放送部というのは、これリモートで東京の女帝様、大阪の渋谷大臣さん、はい、そしてパプアニューギニアのダンプがこう3人で喋ってるわけなんですけどね。ハロー、ね、ハローハロー、ね、ハロー。だけどさっき俺、昨日はマイナス8度だったって落ち込んでたもんね。で、寒くてってね。すいません、長野県でございますね。で、ゆりえさん、ゆりえさん、はい、俺と渋谷くんね、ずっと待っててね、あ、電話待ってましたっていう時、すげえ寒かった、俺たち。ねえ、一番ね。ねすいません、もう暖かくしてくんで。あれ、家つかないんじゃないかなって渋谷くんって言ったら、あ、ついてますよって、誰だこの野郎って感じでね。ねえ、寝てるんかなと思いました。そう、俺も焦っちゃって。一瞬で寝そうになりました。ふざけんじゃねえぞ、お前。どうしよう、ね、これは連絡しようかなって待ってる時に、あ、やばい、睡魔があって、きれい。本当にね、もう睡魔というか、もう本当通り魔だよ、お前は、ラジオ界の。ね、目ばっちりです。目ばっちりっていうか、僕たちは全然寝れなかったですよ。やばいと思ってね。渋谷くんがしびれを切らしたという。珍しく渋谷くんが一番焦ってたっていうね。じゃあ、渋谷くんと僕が一番心配してたのは、ゆりえさんが出てこないことじゃないです。ゆりえさんがイケメンを襲っちまったんじゃないかって。警察に捕まったんじゃねえかってね。ねえ、もうだから。ねえ、もう本当に。大丈夫かなと思ってね。ほんで、打ち合わせしてるとき、渋谷くんと真面目な、ねえ、あのライブの話したら鼻を噛んでるバカがいたんですね。渋谷くんの声が聞こえて消えたからね。自分のこと以外には全く興味がないから、ね、というわけでね、遅れてもね、え、打ち合わせしてても邪魔をする女、はい、女帝ゆりえ様、はい、じゃあ挨拶お願いします。はい、ちゃんと自分の、はい、体調や、生理現象には素直に生きていきたいと思います。鈴木ゆりえです、ね、よろしくお願いします。イエーイと言いながらね、鼻ほじりながら今ね、はい、すかしてしましたね。ありがとうございます。生理現象なんで、ね、ありがとうございます。今月はまだ来てないということでね、ありがとうございます。はいはまずいぞ ね、 ね、少子化対策ゆりえ女帝万歳ね。ね、はいね。はい。ね、なんでもありません。これ本当に気づいてなかったということで、気づいてるのは俺と渋谷だったということでね。ね、あ、これ、この声は分かってる。この声は分かってる。この声は分かってる。新年早々始まってるわ。ね、始まってる。もう、早々事故が。すげえわ。始まってる。というわけで、私はすごいね、すごい疲れてるところなんですけどね、頑張ってやってます。はい。というわけで、大臣、じゃあ挨拶お願いします。皆様、新年明けましておめでとうございます。いつも変わんねえじゃねえかね。もう私はもろドラゴンボール世代でございますけれども、今年は辰年ということで、登っていこうと思っております。シェンロン願いを叶えたまえ、よろしくお願いいたします。湯船で登して溺れちまうお前なんかな。よろしくお願いいたします。ね、はい、お願いしますね。まあ、ね、大臣でございます。まあ、大臣の渋谷健二でございます。ねえ、2024年になりましてね。
ねえ、はい、なぜかこの放送が続いてる、うん、続けてるだけでね、俺と渋谷くん疲れ切ってきてるような気がしますよね。ねえ、だから、ね、女帝様、女帝様がね、一回見たら鼻かみますか。まあ、じゃ女帝様忙しいのはいいけど、巻き込みやめて、巻き添いやめて、ねえ。お待たせしました。ねえ、ほんとにね、なかなかね、必ず時間に守らないっていうことでね。はい。はい。ねえ、すごい、すごい感じでね、ちゃんと僕、このラジオは、ゆりえさんのいい日にやってるもので、間違いない。本当に、ね、自分たちは、自分たちは何も言えずに、女帝様の言うことを聞いておりますね。はい、私、実は、ね、うん、先日1月から私8回ライブしてるんですよ、はいはい、そうだからちょっと、うん、昨日帰ってきました、大阪から。で、そうだ、1月の5までが東京でライブと、うん、678とちょっと関西でライブだったので、はい、ちょっと収録が押してしまってすいません。いや、ていうか、ゆりえさんで教えしまってすいませんじゃない。ゆりえさんは編集しないで、鼻かんだり、ヘイするだけだから、ね、いいと思うんですけど、ね、私が一番だよね。そう、最後ならね。そんな声出しても許さんぞ、お前。ね、最後ならね。ね、でもね、忙しいことなんですね。すごいことなんですね。ね、もうちょっと前にね、収録できたらよかったんですけど、はい、申し訳ないです、ね。やる気はなかったということでね。やる気はありますけど。もう、この日は正式だということで。ね、はい。で、ね、で、僕はすぐ。すぐに局に連絡してすいません、遅れますんでよろしくお願いします、ね。ね、すいません、ありがとうございます。日曜日はね、必ず一緒に行きますので、どうかどうかっつね。ね、はい、と言って今日は、ダンプさんが怒涛の、ね、今日は遅れる。怒涛のじゃないよ、怒涛の遅刻をしたやつは誰だ、本当にね、今日ね。はいね、はいね。もうめっちゃ言うじゃん。ね、めっちゃ言うじゃん。まあ、そう、まあね、そんなわけでございますけど、ね、はい、今年2024年、どんな年にしたいですか、はい、女帝様。うん、私はですね、今年は丁寧に行きたいと思って、しょっぱなから丁寧じゃねえぞ。丁寧に行きたい。鼻かむやつが何を超えてんの。鼻は大事ですよ。鼻かむのは大事だけど、ね、今今丁寧じゃなくて底辺だよ、あなた。底辺、ね、まあ、そしたら上がってくだけなので。そうそうそう、あ、そう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 、なかなかね、ねえ、なかなかね、自分一人だけ上がっていっちゃったね。ね、ありがとうございます。みんなで上がっていったらいいじゃないですか。なるほど、丁寧に行く。例えばその丁寧っていうのはどういうことを。うん、はい、なんかこう、例えば自分の感情に、うん、ちゃんと耳を傾けるとか、うん、なんかこう、曲を作るためにインプット、うん、アウトプットを、うん、なんかこう、結構忙しさに、去年とか結構忙しくて、はい、こう目の前のことだけしかできないとかが多かったので、うん、もうちょっとなんか感じながら、いろんなことを感じながら丁寧に過ごしていけたらいいなと、うん、あとご飯を自分で作ってご飯を食べるをしたい、うん、おい、よ、ね、嫁修行してね。いや、ね、本当になんかコンビニご飯とか、ね、もうなんかお菓子で過ごしちゃうことがすごい結構多かったんですよ。もうだけど美味しいもんね。美味しいコンビニ、ね、最近のコンビニのね、うん、弁当は美味しい。あと作るとね、うん、料理がやっぱ下手だ、下手で失敗しちゃうとか時間かかっちゃうが多くて。だけど結婚する、例えばこう結婚すればいい、うんうん、ゆりえさんと結婚した旦那さんで、あ、ただいまゆりえ、今日は何言って、緑のたぬきなんて、うわーって、明日はって、赤いきつねなんて、で、その明後日はどんべー、ねえねえ、そうそうそう。ね、それはそれでいい、ね、ものは、ねえ、すごいね、ゆりえさんもね、もう、うん、私の料理は右の人差し指っていうかで、ね、チーンなんて感じよね。ね、まあ、もう、ね、また温めてるなってね。女帝様は、本当に笑えない。女帝様は、まあ、どうしてもね、飯使いがいっぱいいるんでね。うん、そうだね。自分で作るのはなかなか難しいですよね。ね、シェフがね、そう、うん、大臣の言う通り、まさに飯使いだよね。飯作りの飯使いね。そうそう。飯使いでございます。そうそう。はい、そう、だけどゆりえ女帝は、うん、ゆりえ女帝様、そうですよね、やっぱりね、やっぱ作る、なんかね、料理を作るイメージが出てこない。なんかいや、なんか本当は、うん、例えば友達がお家に来るとか、うん、誰かに振る舞うってなったら頑張れるんですけど、はい、なんかこう、オムライス、オムカレーとかいろいろ作ったりするんですけど、うん、あらら、すごいじゃん。でもここ、うん、何年かはなんかこう、うん、自分のために作る、自分が食べるために作るってなると、うん、なんかもう作る段階ではお腹も減ってるし、うん、
あのお腹減ってる時に調味料入れるともうとにかく濃くなるんですよ。疲れてるね。そうだからね、だってもうねすね毛状態ですよね、うん、濃いってね、味も濃いしすね毛も濃い ね。いやだけどね、伏線がそこにあったんだな。そうか、ね、ない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 、ね、もうちょっと丁寧にいろいろ考えて入れたり、ま、なるほどね。じゃ料理もしたいなって思って今度、いやじゃあか、ね、改変期超えたら なんかのコーナーをな、ね、もうメッセージがだいぶ来なくなってきましたので、はい、ね、どっかの多分懺悔室が終わったらゆりえの料理教室ってで、イケメンを料理するとイケメンを料理、ね、そう、いやあのだけどあの実は僕料理得意なんです、すいません、実はダッペさんがやってください、作ってほしい、食べる僕はよく料理作って振る舞ってます、うんうん、あの最高、ライブそうそうそう、だからいろいろ料理は昔から得意で、そうなんですよ、自分で作ってます、やっぱあの買ってくるのは忙しい時は買ってくるけど、うん、時間があったら自分で作ってます、うん、うわ素敵いいな、ね、食べたいな、暇なんです、ね、あだから大丈夫、あのゆりえさんが作ってくれたものは皆さん、デザートはセイロガンをお願いしますということでね、ありがとうございますね、一番簡単なのにしよう、ねね、もう本当にね、まあね、また緑でなだけ出るぞ、またみんなジュースとかにしとこ、ね、ジュース、ね、ジュースだけ買ってコップに入れるだけとか、ねね、デザートじゃない、ね、デザートじゃないよそれ、しかも賞味期限切れね、カルピス見切り、ね、ね、悪だね、やっぱり出てくるところはカルピスでございますね、ありがとうございます、ね、はい、ね、ありがとうございます、ね、あっと、ね、でじゃあ大臣、今年2024年どんな年にしたいですか。そうですね、まあ去年からソロで動き出したんですけど、はい、ああそうだ、今年からはもう少しこの、うん、いろんな輪を広げていって、はい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 、まあのこれが言い方が合ってるか分かんないですけど、自分のそのテリトリーを広げていけたらいいなと思って、うん、てますね、いいですね、もうどこまで女を口説くね、どこまで被害者を増やしていくかってことだね、ね、今のテリトリーっていうのは、頼むから長野県来るなイケメン、俺の行くとこはなくなってしまう、ちょっと、さらに ねちょっと広げていきたいなと、ね、思っておりますけれども、ね、え、ありがとうございます、鼻の穴が広がって鼻を噛んだゆりえさんは黙っててくださいね、はい、ね、いやというわけで、そうね、今年ね、あのさっきはね、あの喋ってて噛んでましたよね、はい、ありがとうございますね、ね、まあそんな中なんですよね、今日も噛んでるやろ、本当に噛んでるやん、雑音入ったり、本当に雑音入った今ね、ね、今効果音ではありません、電波悪なったんか思った、ね、振りかなと思って、ね、ね、違う杉入江の今1ヘクトパスカルでお尻から出ました、皆さんすいませんでしたということ、ね、鼻です、鼻か鼻か、いや早速今日もメッセージが来てるということで、じゃあ、はい、早速ね、メッセージをじゃあゆりえ朝廷様から紹介お願いします。はい、じゃあ一人目のメッセージ読みたいと思います、はい、お願いします、はい、ラジオネームは千葉県茂原市の安坊のママさん。今回言えた。あのゆりえ、はい、お前の遅刻した全部で45分、あのググってたでしょ、全部で45分、あなるほど ね、あのそうそうそう、私が8時半か9時からって言ってたからね、そうプラス15分、はい、いな、はい、寝そうになってたという、その時に茂原市を多分ググってましたね、ありがとうございます、ね、今日初めて安物さん、ようやく初めて言えましたよこの人ね、ありがとうございました、ね、多分来月は間違います、はい、はい、お願いします、はい、はい、はい、ゆりえど、ゆりえ、わあ、噛んでるね、鼻も噛んでる、口も噛んでる、はい、どうぞどうぞ、ゆりえ女帝さん、渋谷大臣さん、はい、ダンプカーさん、こんばんは、ダンプカーだこの野郎、こんばんは、確かに乗ってる、うん、はい、ゆりえ帝国漫画研究部、まさかまさかの NHK 教育テレビにするトーク会になりましたね、生まれてくる、そう前回ね、うん、そう前回は透明のゆりかごをご紹介したからね、そう真面目なね話になってね、結構ね、うん、ね、よ、はいはい、生まれてくる命の大切さにゆりえ女帝さん、うん、渋谷大臣さんの真剣なお話が身に染みましたよ、いやーあの回は本当に自分もあの懺悔室なくしましたからね、本当に放送は、ね、いや結構自分もね、うんうん、真面目にあの皆さんと話ができて、うん、そうですね、ね、あの熱くね語っちゃったんですよね、うん、だから僕も結構本当にあの、うん、
皆さんには失礼だったかもしれないけど、いつもの僕じゃなかった、ごめんなさい。いや、素敵ですよ。下ネタが出なかったぐらいですからね。はい、すいませんでした。続きお願いします。はい、はい、ダンプカーさんも真剣に、珍しく真剣に語っていましたが、やはりダンプはダンプ。真面目な話をしていても、下ネタトークやお下劣トークに聞こえてくるのは私だけでしょうか。ひどすぎる。俺、結局はあんな真面目に、あの命の大切さ言っても、結局俺はそのプレイで終わったのか。命が生まれるね。ね、俺言ってないんだけど。言ってないね、ね、まあいいですいいですいいです、嬉しいけど逆に続き読みますね、はい、このような熱くて優しいトーク会をもっともっとやってほしいです、うん、素晴らしい、ね、しい鈴木ゆりえの性教育の部屋いいですね、ね、料理研究室、そうそう、料理研究室と、ね、うん、あのね、下ネタ研究部でいきましょう、じゃ下ネタ研究部、それダンさん、はい、ね、あ、俺が意外と乗ってくるよ、ゆりえさん、ね、皆さん ね、 ね、 すぐね、最後の最後読みますね、はい、ゆりえ女帝さん、渋谷大臣さん、お願いね、ダンプカーに行っても無駄だから、うん、リスナーを大切に思ってくれる大切な大切に思ってくれるお二人にお願いします、はい、わかりました、いつまで俺もあの、はい、車になっちゃったんだろう、ね、ダンプがね、ダンプカーになって、ねね、だけどまたね、ちょっとね、こういうね回もね言ってくれればね、やっていこうかなと思いますよね、ね、ね、YouTube ライブでもいいですよね、あー、そうですね、なかなかね、なかなかやってもいいかもしれない、みんなでね、やってね、うんうん、やればいいと思いますので、ね、また皆さんぜひよろしくお願いします、メッセージありがとうございます、じゃあ大臣次のメッセージお願いします、はい、大阪府あゆみさんからメッセージいただきました、ありがとうございます、はい、ゆりえさん、渋谷さん、ダンプさん、こんばんは、こんばんは、明けましておめでとうございます、あ、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、昨年末、ゆりえちゃんにやっとお会いすることができました、そう、本当に会えてよかったです、いや、あゆみちゃんがあの、うん、ゆりえさんのお土産っていうのありがとうって言ったら、すね毛5本もらったって言ってました、あれって生えてなかったはず、あの日はあの日は生えてなかったはず、あゆみ剃ったって言ってるぞ今 ね、 ね、ありがとうございます、今ティッシュに鼻毛がいっぱいついてるそうです、あ、まあ ね、 ね、 ね、噛んでますから ね、そうそうそう、じゃあ続きお願いします、好きな金木犀の歌も聴けて、うん、CD や、あれいい歌なわよ、嬉しい、うん、CD やイラスト色紙と受け取ることができて嬉しかったです、うん、ゆりえちゃんの、うんうん、あの噂の笑い声は聞けませんでしたがああそうなんだ、あ、真面目にやったんだ、まだまだ ね、 ここから、ね、ここから聞けますよ、ここからガーッってやつでガーッて、ね、いっぱい聞けますよ、 ね、 ね、女を捨ててますからね、この女 ね、 ね、あの天井向いて笑いますから、ね、ね、はい、ね、本当に天井を突き破りますからね、このあの野郎は ね、 ね、はい、その続きお願いします、噂の笑い声は、そのうち生で聞けるのでしょうか、うん、と、うん、絶対聞ける、いいですよね、2月のワンマンもあっという間に来てしまいそうですが、楽しみにしています、うん、あ、あいちゃん行くんだ、うん、2月のね、え、まあ、エンディングでまた詳しいお話しますので、ね、皆さんチェックお願いしますよ、うん、はい、続きお願いします、渋谷さんは昨年末に初めて YouTube 生配信やってましたね、うん、あらあらあら、あ、本当に、そうですね、ケンジチャンネル登録者数続々と増えていって、はい、うん、ツイキャスや YouTube 楽しみにしています、やばい、最近増えねえんだ俺、うん、最近増えねえんだ、ユリエ帝国を開けてから全然増えなくなっちゃった、うん、フォローお願いします、そうそう、お願いします、ね、はい、で先週も600円振り込まれました、 Google から、ありがとうございます、ソロ曲も徐々に増えつつあるようで、今年もライブやユナイトなど、このゆりえ帝国もそうですが、うん、いろんな活動を楽しみにしています、今年もよろしくお願いします、やっさー、よろしくお願いします、ありがとうございます、いや、ね、やっぱね、ファンの方がこうやってね楽しみにしてるっていいことですよね、いや、ね、そうですね、で、うん、あゆみちゃんなんて俺のライブなんかこねえくせにね、この野郎ってことで、ね、来てる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 、あの、だってダンプさんにも会ったって言ってましたよ、うん、あ、本当に、うん、あゆみちゃんあの来てくれるんですよ、たまに、ね、うんうんうん、たまに言ってくれ、で、俺に会いに来たと思って
ても違う人に会いに来てます、やっぱり。そうそうそう。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、たぶんね、俺がおごってやるって言って喜んできます、あの女。ね、それは嬉しいもんだって。ね、やはり、あの、ゆれちゃんと一緒でね、金の匂いに強いで、ね、金の匂いにね。いや、その嗅覚は大事。そのゆれ、今俺下ネタじゃない。下ネタ言ってない、俺。金の話しただけ。ね、頼む。曲調飛んでくるからやめて。餌幕でやめて。都合の悪いこと全てに対応する。ね、遅刻してもこれだからね、みんなね。ね、はい、ね、ね、ね、はい、はい、はい。じゃあ、メッセージは終わりですね。はい。はい、じゃあ次、じゃあ、ゆりえ上帝様お願いします。はい、次の、メールくださった方、はい、ラジオネームパチさんからいただきました。パチ、パチ、これもアウェイなんだ。ありがとうございます。ね、はい、お願いします。はい、明けおめです。いつも可愛いっすね。あ、待って、ごめんなさい、あの切るとこ間違えた。いつも可愛いっすねって言ったのかと思ったら、いつも可愛いスネ毛女帝さんだった。ほんまや、ほんまや、うまい、うまい。ちょっと間違えた。パチ、俺の肩を取ってくれた。今日遅刻してね、俺がどんだけ使う。明日も3時に起きるんだぞ俺、ね、3時、もうあと何時間後かってことですよね。そう、当たり前じゃないですか。そっかそっかそっか。そうそうそう、マジかマジか。そうそう、もうじゃあもうちょっと、明日まだ遠いとこいいから、ね、ちゃっちゃと、ちゃっちゃと行きましょう。ちゃっちゃと、ちゃっちゃと、ちゃっちゃと、ちゃっちゃと終わらないじゃん、このラジオいつも。いつもわちゃわちゃで終わるからね。わちゃわちゃでね。はい、どうぞ。じゃあ続き読みます。いつも可愛いスネゲ女帝さん、イケメン大臣さん、高血圧ボーイさん、こんばんは。おい、血圧上がるパチ、てめえ。余計血圧上がる。おい、医者連れてけ、俺を。ね、ね、いいか、病院のベッドで添い寝してくれ、頼むね。はい、ね。昨年は無知から始まり楽しい放送までありがとうございました。はい、本年も高血圧ボーイさんをいじっていじっていじり倒してやってください。任せてくれ。ダンさん、大きな豪邸に一人の正月は寂しいかと思いますが、我慢してください。楽しい放送を期待してますよ。はい、イエーイ。拍手じゃねえわ、任せてください。拍手じゃねえ。俺けなされてるね。なんかアウェー、みんなアウェーになってきた。俺のラジオだよねこれ。全部。いつの間に俺一人ぼっちになってんだろう。ね。群れをはぐれたライオンみたいな感じよね。牙を失った。ね、ありがとうございますね。牙を失ったね。じゃあ、上帝様、最後のメッセージお願いします。はい、マイマイ親方さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいぞ。やばいぞ。大阪府、マイマイ親方です。年の瀬も押し詰まってきているので、来た、はい、もう何にも読めない今日。年の瀬も押し詰まってきているのに、よりによってまたまたこんなラジオを聞いちゃうなんて俺もバカだな、かっこ笑。来年こそは、いや、このラジオ聞いてるやつは、ね、バカしかいないから大丈夫。来年こそはダンプラジオは絶対に聞かないぞ。いや、どうかな、これを聞いてるってことはな、2024年も聞いてくれてるってことだ。ありがとうございます。新年の誓いにせればって書いてあります。渋谷素晴らしい。ゆりえちゃんのコンビも板についてきていい感じ。下ネタを言って、ゆりえちゃんの、分かんない、はい、を楽しんでいるだけのダンプさんなんて本当いらないよねって。いや、けど結構この声俺大好きなんだよ。ごめんなさい。ね、実は、実はね。ね、そうそうそう。あ、やっぱ、ちょっと殴りたくなってきて今。じゃあ続き読みますね。はい、お願いします。はい、ノリが良すぎて正直あんまり突っ込むとこない。聞いてるだけで楽しい。本当にあっという間の60分。次回第4週も渋ゆりを聞けると思うと楽しみやな。渋ゆり、ありがとうございます。もう2週間連続でやってますからね、このコーナー。ありがとうございます。このコーナーすごいすごいね。渋ゆりで俺なんなに入ってねえんだよ。入ってない。渋ゆりなんかな。 ね、第3週と第4週ほど渋い、俺にとっては渋いね。渋すぎる ね、 本当ですね。でもあのね、第3週第4週は必ずありますよね、うん、ゆりえ帝国、うん、必ず遅刻してきますからね、この女。2週連続遅刻しますからね。全然反省してない、これね。というわけで次のコーナーいきますよ。反省してないから、はい、いきますよ。お願いします、はい。皆さんメッセージありがとう。ありがとう。もっとちょうだい。もっとちょうだい。もっとちょうだい。女帝の無知と哀れみを受けたい民よ。集まりなさい。女帝ユリエの懺悔室。人には怒ってもらいたい、たまには無知も欲しい、でも俺はもらったことがない畜生、懺悔室ユリエ女帝。イエーイ。よっぱふぱふ。今日も
今年も来ました。ビシ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 、バシバシ来ますよ今年もね。じゃあ早速時間がないからね、結構してますので時間がないので、もう早速もう扉の前には来ております。島根県からのお客様来ておりますね。それでは悩める子羊をお入りなさい。島根県沙織さん、ドラマや歌聞いてたら涙が止まらず、去年誕生日には推しのアーティストさんの配信を見たり聞いたりしてた時にもずっと泣いた誕生日、一人だったから情緒不安定なのかよく分からず、2024年は笑顔でいたいです。こんな私に無知をお願いします。女帝様、判定をどうぞ。頑張ったのね沙織さん、あなたには無知10。おめでとう。無知10。無知10。無知10。ね、せめて沙織5個俺にくれよ。キックバックしてくれよ。俺にキックバックしてくれ。その無知を。俺はまだ1回ももらってない。送ってない。もらってないんですよ、まだ。実際、本当に本気で無知や。会った時にやる、この歌打ってくると思いますよね。ねえ。ね、本当にムチ打ちになりそうになるんですけどね。いやー、じゃあ、大臣、沙織さんに。判定を。あえてあなたには無知ではなく、私からは、チェルシー甘い飴玉を一つお渡しいたしましょう。ミルキーだわ。この甘さで癒されちゃってください。どうぞ。いやらしい男だね、本当こいつね。いやだけど今の喋り方、まあ、俺ね多分チェルシーって言ったんだけど誰も知らなかったこの年代。チェルシーですよね、飴玉のチェルシー。あなたにもチェルシーあげたいみたいな、そんな喋り方、喋り方してたもんね最初。チェルシーって言ったら、あ、飴って言ってね。そう本当なんかあなたにもチェルシーあげたいって、なんか渋谷くんがそんな口調だったから、俺チェルシーって言ったら本当に飴だった。飴だったもんね。すごい。ねえ、でも今年、俺多分もう競馬当たらずに渋谷の当たっちゃったな。ねえ、多分ね。いやなるほどね。けどね、やっぱ配信見てくれたもんね。これは多分推しのアーティストは渋谷くんですもんね、これはね。ねえ、そのじゃあまず女帝様、10発の意味をお願いします。無知10発の。なんかもう私はなんかこう情緒不安定な時とか、はい、私泣くのはすごくいいことだと思っているので、私はもうこのムチはもっと泣いていいのよ、ね、私の胸に飛び込みなさいのムチのつもりです。なるほどね。笑顔、その先に笑顔があるわよ。でも10発叩くんですね。そうだね、言われてみやそうだね。僕これほんまに僕は10発って言ったのは、10発も叩くんやと思ったんですよ。いやなんか最近ムチがなかったから、さすが出る杭は打たれるんだよ、出る杭は。なんかムチがなくて少しでもみんな欲しいかなと思って、欲しい。ムチがだけどね、嬉しい。俺は嬉しい今ね。俺は嬉しい、二人とも。あ、ですか。俺は嬉しい。俺の敵のユリエット大臣が喧嘩し始めたから、俺は嬉しい。俺は嬉しい。私たち敵だったんだ。ね、そう嬉しいね。ねえ、もうね、いやだけどね、じゃあ大臣ね、飴をあげた、チェルシーをあげた、その意をお願いします。まあね、だからその沙織さんの配信を見たり聞いたりした、言うてない。ねえ、はい、ねえ、そのまあ誕生日一人だったからか情緒不安定なのかよく分からずって言ってね、はい、その2024年は笑顔でいたいと言ってらっしゃるわけじゃないですか。そしたらですよ、ね、今ね、このアメちゃんをね、イメージすることってすごく大事で、そのアメのね、そのアメの味がね、何の味か分かんないですけどね、それをこう想像してね、あ、甘いなって思った時にね、ね、沙織さん今口角上がったでしょ、おめでとうございます。新年明けましておめでとう。新年明けましておめでとう。ねえ、渋谷君が、ハッピーニューイヤー。渋谷君は幽霊状態にそれでも10発叩くんですよっていいこと言ったでしょ。俺も今回言うね、沙織さん誕生日で飴玉1個かよ。まあね、例えだからね。そう、例え。ねえ、飴玉1個ね。例えだから。チェルシーばかりすんな。
チェルシーね、チェルシー大好き。せめてフランクフルート1本ぐらいあげてやれ。フランクフルート、ね、フランクフルートダメだな。いや、ユリエ女帝が分かってるぞこれね。ありがとうございます、ね、だけど沢部さんね、というわけでね、多分二度と送ってこないと思いますね。余計ない、余計泣いてると思う今沙織さん、ね、なんであんなラジオにメッセージ送ったんだって、ね、いつもでも、いつもアメモチでもあるから、ありがとうございます。ウェルカムだぞ。じゃあ続きまして、じゃあ、うん、次のナメルコ羊をお入りなさい。いらっしゃい。長野県かわいそうなダンプヤジボーイさん。あれ、昨年ネタ探しに僕は鈴木ゆりえの YouTube サイン会、ネットサイン会を観覧しに行きました。ネットサイン会にはたくさんの鈴木ゆりえファンの民の皆さんがいました。さらに明るく騒がしくうるさいいつもの鈴木ゆりえさんも見れて安心しました。しかし突然のダンプヤジボーイ襲来で、ね、ファンの皆様は動揺をしていました。悪魔が来た、下ネタに、下ネタで汚されるうんころマンが、みんな慌てていました。でも人の不幸が大好きな僕は少しハッピーな気分でした。その光景はまるで金魚鉢に放たれたピラニアのごとく、豚汁に入れられた毒物のごとくでした。一応僕も居場所はなくなり、唯一の心の友である鈴木理恵さんに助けを求めようとしました。がネットサイン会の超本人である鈴木ゆりえさんは、はい、うん、配信中探し物があったらしく、いきなり画面から消え、うん、ゴミを365日溜め込んだ洗濯物がいっぱい乾いて、汚れた洗濯物が入っている押し入れをごそごそ漁り始めて、その音だけが響いて、本人は約3分38秒、もういなくなりました画面から。カップラーメンが伸びてしまうが、ファンと孤独で誰も相手してもらえなかったピラニア親父ボーイを平気で待たして、下着を描いていたゾウさんのイラストブリーフパンツを描いていた逆賊鈴木ゆりえに無知893お願いします。それでは女帝判定をどうぞ。ちょっと待って、記憶を探します。なんだっけ、パンツ変えたっけ私、なんだっけ。すごい配信やな。みんなの前で変えてました、パンツ。すごい配信。あ、分かった。あれですね、パンツは変えてない。パンツは変えてない。あれだ、なんか探しに行ったんだ、色紙かなんかチェキかなんかを。全然いなくなって、そうだ、ね、リスナーのみんなは、はい、みんなは孤立してました。そうなんです、おかげさまで。ちなみに言うとですね、私ネットサイン会中に、お菓子食べたりとか普通にするし、すごいヤバかった時、私本当に寝落ちしてました。すごい、本当に大事ね。本当に寝てました。物をね、雑にガサ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 と音すごいの。それは音が探してたんですよね。ちゃんとね、声だけはするのよ。みんな待っててな、待っててじゃねえよ。何やってんねん。その頃で俺はもう居場所がなくなって、ゆりえさんが帰ってくる前に俺、うん、バックれました。はい、なんかいなくなったなとは思いました。そうす。すごいタイミングでいなくなっちゃったと思って。居場所がなくなりましたね。ゆりえさん、ゆりえさんも消えちゃったし。私もいなくなったし。ね、さあ、逆賊鈴木ゆりえに無知をお願いしますので。待って、これ私にってことですね。じゃあ、ゆりえ女帝にも、ユリエ女帝はユリエ女帝に甘々なので、ユリエ女帝にはチェルシーとミルキーを差し上げます。チェルシーミルキー、お前待って、甘いのはしょんべんだけじゃねえか、本当にこの野郎、ね、甘いの、ね、ね、大臣大臣、こんな、こんな、とんでもない、許せませんよ ね、まあ、これはね、これはやっぱり大臣判定をどうぞ。私はもうね、はい、ユリエ様がお城にね、お生まれになられた頃からお仕えしておりますけれども、お前がダメにしたな、お前の教育だ、この野郎。私はですね、このことにつきまして、はい、一言申し上げます、はい、お願いします。私が、きっちりとですね、整理整頓の掃除をしに参ります。はい、ここにありますよと、あと、分かりやすいように、
そこに愛はあるんかね、ね、けどね、ね、綺麗にね、しておこうと思います。大臣けど、はい、優しいな、やっぱ大臣としてはもう、でもね、俺ね、うん、あの時、多分リスナーの民の皆さんと僕が気づいたことがあるんですよ。ゆりえさんの配信の時、いつもね、結構ね、可愛いね、ワンちゃんとかも置いてあって、こうベッドも見えたりするけど、すごいね、可愛い女の子の部屋アピールするんだけど、画面の外は、画面の外は絶対コケティッシュがいっぱい落ちてんだなっていうね。あ、なんで分かったんですか？汚れてると、そう、汚れてて、ね。結構ね、ね今押し入れの音はびっくりしました。ね、押し入れの音はびっくりしました、本当に。ガサ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 。ねえ、ねえ、みんなちょっと待ってて、つって、ね、どこまでこいつ本当に、ねえ、だらしないんだと思ってね。それ、それは、アーカイブ残ってるんですか？はい、アーカイブ、あるわ。ある皆さんぜひ見てください。皆さんぜひ、ダンプヤジボーイが消える、あの、居場所がなくなって消える瞬間も見えます。ね。大丈夫で、みんなが焦るとこがあります。俺が出てきた瞬間ね。はい。でもう、俺もやっぱりあのね、ビザ持ってなくて、やっぱ他国に行っちゃいけませんよね。すいませんでしたね。すいませんでございます。やっぱりあの、ビザというね、鈴木ゆりえのね、すね毛を今度持ってきますのでよろしくお願いします。ね、はい、今度からは皆さんね、あの押し入れの音楽しんでくださいということでね。というわけで、女帝ゆりえの懺悔でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。押し入れからゴミがやん棒読み I love 漫画ゆりえ帝国マンガ研究部。ゆりえ女帝の漫画研究部よいしょよいしょ、きたきたきた、ね、漫画も押し入れから漁る女。あ、今バラバラになってますよ、ね、今、ねありがとうございますということでね、はい、ね、いや、そう、ゆりえ女帝はこう漫画好きなんですけど、うん、はい、ね、もうさっきもメッセージ来てたんですけど、やっぱりね、うんうんうん、真面目なもう、うん、漫画もね結構伝えてくれるね、やっぱみんなにね心に何かを与えてくれるのもあるし、ね、笑顔もあるし、うん、スリルもあるけどね、うん、漫画という世界にもね、こう、うん、ゆりえ女帝がもうおすすめを今日も皆さんに紹介してくれます。はい、ありがとうございます。おすすめします。早速今日の漫画は何ですか、はい、女帝様。今日はタイトルが、はいはい、ガールクラッシュ。ガールクラッシ ッシュ。これまた、はい、また珍しい漫画が。そうなんです。これはどのような漫画ですか、はい、こちらはですね、ガールクラッシュというタイトルで、作者はですね、うん、田山みどりさんっていう方なんですけれども、はい、田山がカタカナで、みどりが私最初青いっていう感じかなと思ったんですけど、うん、これでみどりって読むそうです。あの王様の王に、白いに下が石って書く、これでみどりって読むそうなんですけど、そうなんだ、そう、この方の、実は本ではなくて、本が今まだ売ってなくて、電子書籍のみ、電子のみの、作品なんですけど。ということはアプリですか、はい、そうなんです。 LINE 漫画とかピッコマとかめちゃくみとかいろいろ。ピッコマね、うん、売ってますので。うわ、じゃあすぐ見れちゃう、みんな携帯1個あれば。そうなんですよ、ね、でこれを私も見つけたのがここ最近、うん、はいはい、この1年以内、半年ぐらいかな、で見つけたんですけど、はい、どんな漫画ですか。あらすじは、これは実は、はい、高校1年生の天下ちゃんっていう女の子がいるんですけど、天下ちゃん、はい、はい、であの本当天下を取るような、ね、そう、天使の天に花で天下なんですけど、はい、あー天下ね、はいはい、そうで、この子が本当に容姿端麗で何でも器用にできて、うん、ダンスもできたり、はい、歌も歌えたりとか、全部が 100% 完璧な女の子なんですよ。うわ、すごい、すごい、そうで、ね、この子も見習いゆりえいやでも本当に憧れって意味もあって、この作品すごく好きになったんですけど。もちろんこの天下ちゃんは料理も片付けもできますよね、うん、あれ全部パーフェクト私あれ本当だ、ね、ゆりえダメだぞ、ねね、ゆりえちょっとこれはもうできないからね、もうできないからできない大丈夫できない言うてもうてる、嫁に行けないからファンのみんな安心してできない言うてもうたないからね。そうで、この天下ちゃんが、うんうん、主人公の漫画なんですが、はいはいはい、実はこの子が、K-POP アイドルを目指して、今流行りのもう K-POP、
NHK のね、もう紅白だってもう K-POP だからね、うん、そうですね、はい、今回めちゃめちゃ出てましたね、あの、はい、この高一の天下ちゃんが最初はまずは、うん、同級生の、同じ高校のエリアンっていう女の子に出会うんですけど、エリアンさんが、はいはい、そう、これも名前がまた素敵な、あの、お名前なんですが、この子はエリアン、はい、だけど鈴木玲さん、うん、鈴木玲さんだって鈴木玲って書いてエイリアンって読みますよね。読めないよ。で得意な鼻水攻撃をしてきますよね。ね、鼻水攻撃と、ね、たううね、押し入れな、押し入れなだれ攻撃待ってきますもんね。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、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 このエリアンちゃんは、本当にこの天下ちゃんと真逆で、地味で目立たなくって、はい、本当になんかこう、何、うん、でもないような。うん、もう泥臭い女の子なんですけど、うんうん、だけど、自分は正反対だ、そうだけども、 K-POP アイドルに本当に心から憧れていて、まっすぐ夢を見て、うん、あのパッションが、うん、熱いパッションを持っている女の子なんですよ、うん、はいはいはい、はい、でこの天下はエリアンの、まあ、とあるきっかけでパフォーマンスというかダンスを見るんですけど、うん、なんかその時に衝撃を受けて、はい、でこのエリアンが天下に持ってないもの、うん、そのそれこそパーフェクトじゃないとか、誰かにこうパワーを与えるとか、うん、何かこう人としての魅力をやっぱり感じて、はい、で実はそのエリアンが仲いい男の子が天下ちゃんが好きな男の子だったりして、その天下ちゃんが今パーフェクトになるきっかけだったような、本当にちっちゃい頃から好きだった男の子だったりして、なんかそこをきっかけに天下ちゃんも K-POP アイドルっていうのに興味を持ち出すんですよね。なるほどね、なるほど、ライバル意識からこうね出てきたような感じなのかな。そうなんです、ね、なんか尊敬もしつつ、自分にないものを持っているからこうライバル視もしつつ、一緒にこう K-POP アイドルになるために韓国に行ってオーディションに受けたりとかをするんですけど、うん、いやなるほど、なるほどね、結構大変なんだ。そうで、そこからは今もまだ連載中で、うん、ね、あーなるほど、 K-POP アイドルの練習生になっている、でそこでいろんなオーディションとかを受けている最中の、はい、最新刊なんですけど、もう私はこの中でその何がこの漫画がすごい好きかって言ったら、はいはい、もう何より絵がすっごく綺麗、もうめっちゃ可愛いんですよ。うん、例えばその可愛いっていうのは他に あの漫画で例えるとどのような絵のタッチですか。このタッチの人は初めて見たかもしれないですね。あ、そんぐらいなんだ。結構個性的というか、可愛いんだけど、このタッチは私すごく個性的で、すごい好きですね。結構クールなキャラクターですね、うん、多分、うん、そうそうそう、主人公の子がクールなんですよ。でもなんか本当にこの漫画の絵柄が K-POP アイドルっていうそのパーフェクトなもの、パーフェクトなアーティストにぴったりなぐらい、イラストも可愛いし、もうそのなんていうか背景とか絵も全部綺麗だし、なんかこの本当にリアルなその練習生たちの裏側だったりとか、なんかこう自分の中の葛藤とか、どんどん現れてくるライバルとか、自分にはないものを持っている人たちがどんどん出てくるんですよ。でなんか結構ある意味そのジャンプとかスポーツ漫画みたいな、あのなんていうかな、少女漫画にはないこう何か乗り越えなきゃいけない壁がどんどん出てくるんですけど、うん、それをこの天下ちゃんがどんどんとこう柔軟な、天下ちゃん自身も変わってって柔軟な思考になってったり、あ、私はこれがしたいんだとか、こうやってこの壁には立ち向かえばいいんだっていうのを超えていく様がすごく元気をもらえて、自分も夢をこう追っている側だから、ね、あ、こうやって頑張っていきたいなって思って、うん、すごく頑張る人に見てほしいなと思いまして、今のね、あの、うん、ゆりえさんの女帝さんの話を聞いて分かったことが、これ真面目に言えたんですけど、田山みどり先生がそのやっぱ書いたこの天下ちゃんは、はい、誰が読んでも天下ちゃんになるような気がするような、僕、うん、今なんか、うんうんうん、そのやっぱゆりえさんもやっぱ私も夢を追っててってなるんだけど、うん、なんか田山みどり先生がこの書いたこのガールクラッシュっていうのは、男も女も関係なく、うん、実は天下ちゃんはあなたですよって言ってるような感じに受けます。僕一回も見たことないです、うんうんうん、一回見てないけど、だからそんだけゆりえさんがよだれ垂らして、ね、鼻ほじりながら一生懸命語ってるから、ね、でもやっぱだから ゆりえさんの語り合いが天下ちゃんの声に聞こえました。会ったことがないけど、だから僕はだから天下ちゃんが
あの本当にお尻を漁ってパン、うん、あのパンツのゴム紐も伸びてるようなでもなんかけどそう言って、うんうん、この、ま、アニメはこの漫画は、うん、誰もが主人公っていうかもうこの中に入り込んでんだな景色の中にももう、うんうんうん、その裏側にも自分たちが入ってに入っていっちゃってるの、うん、読んでるじゃなくて入っていっちゃってるんだなっていう僕はゆりえさんのその解説をで分かりましたこの漫画が、ね、すごい入り込みやすいかもっていうかのなんか、ね、あーなるほどやっぱ名言がめちゃめちゃあるというか例えばその名言何、はいうんあうんじゃあちょっと一つ言いたいんですけど、はいこの天下ちゃんが用意しちゃったなこいつ、うん、そうでもねいくつかあってすごく悩んだんですけど一個は、天下ちゃんが、一人、まあ、ある、なんていうか試験というかオーディションで、はい自分は落ちちゃうんですけどあれ落ちちゃうんだ、うん、そうだけどその落ちた時に受かった人もうギリギリで受かった人が、はい、もう本当にごめん私なんかこうなんていうの受かったんだけど申し訳なさそうにしているっていうのがあって、うん、でその時に天下ちゃんが言うシーンがありまして、うん、そのセリフが、はい私が選んで私が手に入れた悔しさよ勝手にあなたのものにしないでっていうのがあってなんかこの自分がそう自分がこの落ちたり悔しい経験をしたことをちゃんと自分のものだって、うん、もうそれを誰かが勝手にその持ってかないでっていう強さとかがあこういう考え方があるんだってすごいハッとしてあなるほどいやもうこれ、ね、かっこいいんですよめっちゃ天下ちゃんが葉山みどり先生が漫画を描いてる時にこれ経験したんじゃないですか、うん、あーでももうそれだとしたら素晴らしい人生だと思う、うん、こんな言葉言えないよ、うんうん、すごいですよねこんな言葉言えない言えない、うんうんうん、ねえかいいあだからこれすごいなだから僕がねうんころまになったのもあの、うん、実は違うね違う人のために歌作ったら逃げられちゃって、うん、どうしようもねえから一文字書いてうんころまになったと一緒ですよねだったら俺、そうなんですかそうだったら俺がリサイクルになってやるで俺が歌ってやるっつってそうそれでうんころまになったんですよそうなんです実は逃げられたんですよ逃げられちゃったんですよもうねそうだったんだそうですそうですでせっかく作ったから一文字書いてうんころまにしたんですよ、うんうん、もうちょっと違うワンコロマンの方が良かったかなって思って今ねいやいやけど今受けてますうんころま、うん、ねうんころますごい私も好きです神奈川ね、うん、それで棒読みで言うなお前棒読みじゃないいやだけど大臣どうですかこのガールクラッシュいやその今話を聞きながらなんていうか、うんまあうんうん、調べて 見ながら聞いてたんですけど、うん、あららうんそうですねユリアンうんとかのキャラクターとかもありましたけどこれ、まあ、K-POP の話って言ってましたけど、はい、一世風靡したアイドルってあったじゃないですか、はい、はいはいだからあっちもそういうなんかまあうん女の子同士のうんうん、なんて言ったらいいの戦いみたいな感じですけどそんな感じでこれまたうんそうですね、その今はねそのネットのアニメ、うん、って言ってますけどこれ多分アニメ化とかも多分されるんちゃうかなっていうもうなんか予感がしますねこれされてほしいめちゃめちゃされてほしい、うん、またアニメになってもまた別だからねそうそうしかも世界観が違うもうだって多分ダンスシーンとか歌うシーンももちろん出てくるので、ねねうん、めっちゃ面白いと思う面白そうやなと思いましたねなるほどねすごいまた違う世界が見れるということですよね、うんうんうん、これね、うんねえ いいと思いますけどねすごいな、まあガールクラッシュ僕ね本当にねなんか戦いかと思っちゃったんですよ女の子たちの、まあ、だけどこれ実は違う意味なんですよねゆりえさんあね、ガールクラッシュの意味はこの言葉の意味は実はありまして、うん、これは同性にも衝撃を与えるほど魅力的な女性っていう意味があるんですよと言って書いてあるそうですどっかにそうというわけでもそのまま何調べそのまま一気に読んでこんなにハキハキ喋れるのいねえなと思いましたね今、うん、ね今シナリオ読んでましたね、なんかかっこいいっていうね同性から見てそうけど僕一瞬ねやっぱガールクラッシュなんかその結構残酷な戦いなのかなっていうのが違ってね題名からするとそうですねそう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 、でもねでなってくるからね結構ねタイトルだけじゃ分かんないなっていうね、うん、もうあるんですけど、うん、まあ本当にこのね田山みどり先生の作品で、はい、皆さんもぜひ天下ちゃんになってくださいということで、ね、素敵ね素敵またまた来月は何を紹介してくれるのかそしてこれは多分今回は YouTube にそのまま送られるんじゃないかということ で、 で申し訳ございませ ん、 んすいません入りこれ無理無理も、ね、というわけで漫画研究部でしたありがとうございましたありがとうございました素晴らしいガールクラッシュ読んでみよう
呼んでみて。今度ナンプラジオ2時間やろ今度。足りなくなるか今度。ユリエ帝国放送部バンザーイバンザーイバンザーイ。あっという間の1時間、今日も疲れたということでね。早かったですね。早かった、ね、なんか喋、ね、ってる1時間渋谷くん長くないんだけど、うん、待ってる45分っていうのはなんであの3日間ぐらいの待った気分になってたね。それがね、時間の不思議ですよね。時間の不思議です、ね、そう不思議ですよね。しかも 寝そうになりましたんで平気で言ってましたから ね、すごいね。僕たちもゆりえさん、ゆりえさん、あなたの一言で永遠の眠りに入りそうでした。おかげさまでありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。お前は死神だよ、ねというわけでね、というわけでね、そんなあの死神ゆりえさんの今日の放送は1月16日です。1月、はい、死に化粧、死に化粧の鈴木ゆりえさんなんですけど、はい、次行ってください。1月16日放送なんですけど、この後の、はい、なんかおすすめのイベントあったら教えてください。はい、じゃあ私からいきます。はい、この後1月18日にですね、千葉の、そう、あさって千葉の船橋の方でですね、船橋市の方から、お誘いいただきまして、船橋市市民文化創造館、うん、キララホールというところで、はい、ちょっと寄り道ライブっていう、フリーイベントを、ホールでのフリーイベントも毎月開催しているんですが、それの、1月に鈴木ゲーム読んでいただきました。18時オープン、18時半スタートで、45分ぐらい、歌わせていただきます。この日は、キララホールというところでピアノと一緒に歌わせていただきます。フリーライブです。よかったら来てください。あ、皆さん千葉で、千葉でもね、もう関東の人は行ける距離ですからね。あ、行きます。いや、ぜひ行ってくださいね。呼ばれてなんていいですよ。俺なんて誰も呼んでくんですよ、どうするか。そんなことないですよ。ね、いっぱい呼ばれてますよ。ね、違うところからですけどね、アーティスト館では呼ばれませんね。はい、はい、その他には、はい、あとは1月20日、ゆりちゃんも呼んでくれないですね。はい、ゆりちゃんも呼びますよ。ゆっくろまんはね、ゆっくろまんは呼ばれないということで、ゆっくろまんは会いたいからね。1月21日の日曜日と1月22日月曜日は、名古屋の方でライブがあります。名古屋来る東海、うん、そうなんです。21日の方は、お絵かきが、大好きな4人のアーティストで、お絵かきをしながらライブをするっていうイベントにして、絵かき歌みたいな感じなんだ。だからね、みんなイラストレーターもやってるんですよ。で、私もイラスト描いてて、うん、あ、そうだ、ゆりえちゃんカレンダーも描いてる。あ、そうそうそう、ね、自分のあれめっちゃ可愛いっすね。すごいな、すごい、あれすごいな。あ、嬉しい嬉しい、うん、なのでそのメンバーでやったりもします。21日も22日も、新栄町サンセットブルーというところで歌いますので、はい、よかったら、検索して名古屋の皆さん来てください。ぜひ皆さん来てください。じゃあその他には、はい、そして一番大事なのが2月、はい、私、2月12日が誕生日なのでバースデーワンマンを行います。イエーイ、65回目の誕生日おめでとう。半分から31回目です。31歳になります。赤いちゃんちゃんこみんな送ってください。ちょっと早いかな、ちょっと早いかな。俺が一番近いか。そうだね。東京と大阪で今回、2公演やるんですけれども、はい、タイトルがバースデーワンマン鈴木ゆりえワンマンショー、あなたに出会えてよかった、うん、大阪編、出会えてよかった、イエーイ、よかった。すごい、もう俺も出会えて本当に遅刻で待たされてばっかで疲れてるんだよね。出会えてよかった、出会えてよかったんだよ。失礼しました失礼しました、はい、はい、大丈夫でございます。日語りの大阪編が2月の4日日曜日、はい、場所が心斎橋の歌う魚、そして時間ユナイトの近くだ。あ、じゃあユナイトの近くですね。うん、で、時間が18時半オープン、19時スタート。はい、料金が3500円、ドリンク別となっております。お得お得お得、うんうん。こちらは弾き語りで出演するんですが、もう一つピアノと二人東京編ということで、2月12日月曜日祝日、誕生日当日は東京で歌います。あ、地元がね、これ2日間2回にわたってやってもやっぱ誕生日当日は東京でやる、だからいかに大阪が嫌いってことですね。ありがとうございます。大阪大好きなので、今回は特別に2公演することしました。すごい、いつも長野県は絶対来ませんからね。長野いつか
ちなみにライブしたことも全然ありますよ。あ、本当なの？はい、あの私20、うん、あの47都道府県全部回ってるので、ライブで。そうなんだ。長野は長野市のライブハウスさんでやりました。うん、あ、なるほど。7年前ぐらい。だから潰れちゃったんだ長野のね。わかんない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 。ね、ね、またぜひ松本にも来てください。すいません、行きたいです。ぜひぜひ。けど僕ほとんど神奈川と東京でやってますイベントは。すいません、ね、イベントは、ね、またいつか、はい、ぜひ、東京の方の場所ですね、北三郷のグレープスというところで歌います。はい、ます時間が18時半オープン、19時半スタートで、うん、1時間あるんですけど、うん、ワインが美味しかったり、お食事がすごい美味しいところなので、よかったらお食事もちょっとディナーショーみたいな感じな素敵な雰囲気に贅沢なるのかな。緑のタヌキが出るってことですね。ね、ね、インスタントラーメンもないと思います。ないよ。あと私が作らないので安心してください。いや、せいろが持っていかなくていいですよ。皆さんね、手ぶらで来てください。ここにはピアノに清野優勝さんという私が、アルバムだったりとか、うん、いろんな CD とか、ワンマンも一緒にやってくれてる、はい、ピアニストの方と2人で行います。素晴らしいハーモニーになるぞこれ。そうですね、2月4日も2月12日も配信もありますので、ぜひ全国から見ていただけたらと思います。行けない人たちはぜひ見てくださいね。アーカイブもあります、ね、詳しくはセルキエリアのホームページから見てください。よろしくお願いします。これを見るとたん、ね、押し入れからゴソゴソやってる鈴木理恵さんもサウンドも楽しめる。ご覧ください。サウンドも、ね、サウンド ね、ありがとうございました。ぜひ皆さんね、鈴木理恵さんの SNS とホームページをまたご確認ください。ということでよろしくお願いします。残りがもう席がないということで、皆さんちょっとお早めにお求めください。そうですね、東京の方が特になくなってきて、素晴らしい。早めにお願いします。はい、ね、早めにチェックしてください。よろしくお願いします。はい、というわけで次大臣よろしくお願いします。はい、1月はですね、1月の28日の日曜日にですね、はい、新年一発目になりますが、ユナイトでナイトボリューム6を開催します。ユナイト地元、はい、ホームユナイトでやります。はい、はい、時間が15時半オープンの16時スタートになっておりまして、はい、料金はドリンク代込みで2500円となっております。よろしくお願いします。お買い得、うん、お買い得でございます、します、ね、で、2月に入りまして、はい、2月の1日がですね、松永明則くんっていうピアノの、はい、あ、松永くんですね、はい、ピアノ弾き語りアーティストの方のイケメンが2人揃うんだね。イケメンが俺の敵が俺の天敵が2人で、ね、はい、それのおうち配信でホームフリーライブっていうのがあるんですけれども、あららら、はい、おしゃれな、うん、そのホームフリーライブの、シャープ182のゲスト出演で今度出させていただきます。182回もやってんだね。はい、そうなんですよね、182回も女騙してるってことなんだね、松永さん。いや、女性ばっかりじゃないですよ。あ、そうか、あいつモテるからな、あの男はな。ね、爽やかだしな、ちくしょう。ね、それが、はい、まあ、全部配信になりますんで、まあ、詳しくはあの僕の X の方をご覧ください。無料で見れますもんね。はい、そうです、無料配信です。だから、ね、これはだから松永君とケンジ君と見たあなたも一緒にホームパーティーができるような感じになりますね。うん、まあ、そうですね、そうです、素晴らしいですよね。はい、俺は素晴らしいですよね。ぜひ無料だから、うん、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。はい、他は、で2月の12日月曜日の祝日になるんですけれども、はい、ああ祝日、はい、でですね、ゆりえさんに対抗しますね。あ、じゃ、そうですね、ちょっとね、ファンが半分半分に、はい、かぶってしまってるんですけれども、かぶっていたら向いてください、ゆりえさん。分かってる、分かってる。何枚向いたら鈴木に、はい、どうぞ。何を向くの？それ以上僕言えない。いいの？はい、局長、それ以上僕言えない。言いたいけど言えない。宣伝させてよ。はい、渋谷、パンツ脱げ。はい、どうぞ。2月12日の月曜日の祝日、そよら古川橋駅前店にて、うん、モノマネをされるマネダ聖子さんっていらっしゃるんですけれども、知ってる、有名、うん、そのマネダ聖子モノマネスペシャルライブというものがありまして、そこで呼ばれたんだ渋谷くんね。はい、そこさすがです。うん、そう、そのフリーライブになるんですけれども、屋上でやっておりますフリーライブで、うん、はい、はい、僕は12時台の出番で出させていただきます。
早めに皆さん11時50分にはぜひ行ってくださいね。よろしくお願いします。近いな近いな、ね、50分10分前10分前には行っていい席を取ってください、ね、ぜひ、ね、はい、渋谷くんの、ね、毛穴が見えるとこまでぜひ座ってくださいね。あ、メイクしていこう、メイクしていこう、ねね、そうす、へその穴が見えたらごめんなさいということでね。それどんなファッション、ね、どんなファッション、ね、あ、そうか、そう、冬だからできないか、ね、冬だからね、ね、失礼いたしましたということでね、ね、その他にはあとはですね、まあ、ちょっとまだ詳細が来てないものになってるんですけれども、はいはいはい、京橋にありますライブハウス京橋アークさんにて、はい、はい、まあ、イベントに出させていただきます。お、はい、これもまたね、またこれも皆さんね、ちょっとまだね、詳細の方はまた、はい、SNS の方とかね、そうですね、チェックしてみてもらえばね、全部僕の、ね、X を見に来ていただけたらと思います。素晴らしい、やっぱ皆さん忙しいですね、はい、まあ、僕もちゃんと言うのに1月の21日は岡谷市で、子供食堂でうんころまんライブ、うんころまん紙芝居、僕作家やってますので、自分で作った紙芝居の、はい、やつとかで、うん、うんころまんダンスをみんなに教えたりして、で2月の10日はですね、横浜市で、牛舎マーケットというところで呼ばれてました。そこもうんころマンショーで暴れまくりますので、で翌日の11日は横浜市にあるうんこショップで1日展示ありますので、よろしくお願いします。で4月の27日土曜日は湘南で、ザ・マスミサイル、ザ・マスミサイルですね、アニメナルトの、ね、歌って皆さんも知ってる、ね、ゆりちゃんもね、ラジオ出たこともね、あるんですけど、そいつのね、退院した時のね、ライブ、湘南ライブで前座を歌わせていただきますということでね、すごい、そうです、企画は僕なんです、すいませんということで、ね、はい、すいませんね、でぜひ皆さんで、ね、湘南歌い来てください。お金出ますので、ね、うん、ぜひぜひまたゆりえさんも来てくださいね。でゆりえさんが15時に来いって言って、大体そしたら17時に来るように僕も思ってますのでね、そうすれば、ね、平気な、遅刻しても平気ですからね、ゆりえさんね、ありがとうございます。ね、いや、というわけですいませんでございましたけど、じゃあ早速一年一発目どうでした、女帝様、遅刻して、そう、めっちゃ言うやん、もしできたらですね、今のよかった、今のもしできたら空気を飲んだね、今息を、もしできたら、うん、ちょっとやっぱり、うん、次から自分がピッて LINE で何時からがいいですっていうのの30分後に押しますわ、私が。いつもギリギリな時間、この時間いけるかもって思って8時半とか言っちゃうんですけど、やっぱ9時からにしますわ。なるほどね、自分を信じないで30分後から30分を遅めに伝えます。なるほどね、老人いじめの時間帯ですね。なんか昼とかの収録もいいかもしれないですね、また今度は爽やか、すいません、すいません、僕爽やかじゃないし、昼はトラック乗ってるから、そっかそっかそっか、じゃあやっぱ夜なのか、そうなんです、そうなんです、すいません、すいません、そっか、そうなんですよ、朝もうね3時4時から仕事してます。あ、そっかそっかそっか、ね、で夜暗くなって帰ってきてます。それからいつもラジオとか歌とか物語書いてる人もんで、なるほど、なかなかよね、ほんとお見合いもできないということで、お見合いもできない。ダンプさん寝てます？寝れてます？ゆりえさんと違って寝てませんもん、私あんまり寝てませんね。ね、やばいって、本当にそうそうです、まあ、今日もゆりえさんのせいで寝れないということです、ね、もうゆっくり寝てください、ね、すいません、ね、はい、心臓止めて寝ろって言ってますよ皆さん、やがん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 、ねね、皆さんぜひネットサイン会見てください、ガサガサ言うから、ね、ちょっとそのアーカイブはぜひ皆さん見ましょう、ね、見て、ね、大臣、じゃあ早速一発目どうでしょうか。そうですね、やっぱりですね、変わってないですね、うん、僕ら。いや、じゃあ、変われない、進歩がない、進歩がない、変わらない良さか、ね、はい、そうです、そうです、変えることができないんですね、やっぱりそうですね、脱皮できないんですね。まあね、僕よくね、新年の挨拶も先ほども言いましたけれども、辰年ということでですね、辰も胴体長いんでね、僕らこうグリグリに絡まってしまってですね、結び目取れないように頑張っていこうと思います。
いいっすね、もう。うまい。ねえ。下ネタ言うと鈴木ゆりが絡んできますからね。いけない。いろんな絡みがね、あっていいと思います。お前その声出すと局長が怒ってくるからやめろお前ね。ね、ね、だけど今日は前遅刻したんだぞということで、ね、はい、元気にやっていきましょう。ね、けどね、最初ゆりえさんがすごいね、あのすごい申し訳ないっていう元気のない声、とても可愛かったですね、遅刻した時に、ね、いや、そうですよ、申し訳ないと思ってるから。でもそれが今言われたから逆にそれが今この声だぞ、みんなネタにすればいい、ね、開き直ろうかと思って、開き直ろう、最初すいませんって言ってて、すごい可愛くて、で、すごい、あ、こういうゆりえさんこういうとこあるんだと思ったら、また放送が収録始まった時に戻りやがった、ね、スイッチ入れるもんね。それはスイッチ入れるもんね。しっかりとオンが入りましたので、ね、そうだよね、違う、ね、導火線に火つけてんだよお前、ね、もうスイッチオン、大爆発してんだよ、大爆発 ね、 ね、そうですよ、というわけでね、というわけでまたゆり、ね、来週はまた、即興曲紹介やりますので、はい、23日、そしてまた2月はですね、はい、第2月の20日にまたゆりえ帝国放送部ありますので、はい、ぜひ皆さんね、メッセージの方も続々と最近来なくなってきますので、ね、ぜひ、ね、また皆さんぜひメッセージの方もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。というわけでメッセージは次はいつまでとかあるんですか。また僕がツイッターで発表します。ツイッターで、じゃあみんなツイッターで見てください。ツイッターで、あの、じゃないと、ゆりえさんの収録日はゆりえさんが決めてますからね。ね、そうか、そうですね。収録日までにね。そうそう、で、決めといて遅刻する。はい、ありがとうございました。頑張ります。お後がよろしいようで。というわけで、ゆりえ帝国放送部でした。皆さん、また来月、僕のラジオは来週あります。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。バイバイ、また来週も見てね。最初可愛かったな、遅刻した時の謝り。もう戻ってる。また遅刻して。はい。ダンプヤジボーイのやっつけラジオナイトメア。この番組は DOB エンターテイメントとシステムブラザーあゆみの提供でお送りいたしました。またね。お前は何も言わずに部屋から出て行った。お前の背中が全てを物語っていた。追いかけたかった俺、お前を止めたかった。でも下手なプライドが俺の心を制止させた。お前がいなくなった部屋、笑顔がいなくなった場所、光がなくなった今。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、俺はなんてバカ野郎。一人きりの女も幸せにできずに、いなくなってからお前の存在が大きく感じる。一人きりになって初めてわかった。追いかけたい謝りたい抱きしめたい、でもできないバカ野郎。わからんか、言葉にしても